はい、今回は珍しく試合を実況していきたいと思います。今画面の奥に映っている選手と対戦していくんですけども、まあ、この方岡田恭平選手といって、僕がチャンネル登録20人の時すごい初期に出ていただいた方なんですよね。で、線型はご覧の通り左の片面ペン裏ソフトですね。で、攻撃型ラリーがすごい上手い選手で、フットワークがめっちゃ速いんですよね。まあ、そんな方とどう戦っていくかってとこなんですけども、まあ、基本的には僕はフォア前にやっぱりナックルを出して、で、浮いた球をしっかり3球目で打って、そこからラリーで勝負していきたいと思ってます。ただ、まあ、ご覧の通りラリーが上手い選手なので、フォアに振ってもすごい食らいついてくるんですよね。まあ、だから一球一球油断できないんですよ。ロングサーブを見せ球として出していく。でも基本はフォア前。前半はナックルサーブはよく効いてたので、徹底的にナックルサーブを出しています。で、あとは今みたいにフォアに飛びつかした後、ガラ空きのバックを狙っていくっていう戦術も取ります。1ゲーム目のピッチング調子が良さそうですね。巻き込みサーブの振りから順横、1ゲーム目取っていくチェンジコート、おお、これは見事なブロック。ここ一発で抜けると思ったんですけどね。次は上に見せる下を落としてくれました。ラリーにしていくけど拾われる、ギリギリ取る、いいサーブ。フォアにちょっと出るハーフロングってすんごい苦手なんですよ。ラリーしていく、負けていく。あとロングサードすんごい速いんで、正直両ハンド触れないときついんですよね。バックに来た球しっかり回転かけて入れていきます。ラリーがうまい。サーブミスしていく。ロングサーブが来たら無理せずに回転をかける、コースを狙う。この試合は結構丁寧、自分の中では丁寧にいきましたね。巻き込みサーブ最近めちゃくちゃ練習してるんですよ。ラリーをもぎ取る。このサーブ取りにくいんですよね。岡田選手の得意なラリー展開にさせられます。ネットに拾っていく、でも捉える。このサーブ下に切って上に振り上げて下に下げる、相手の心理を逆手に取ったサーブですね。これも初見ではだいぶ効いてたんですけども、ちょっとずつ対応されてきましたね。3ゲーム目に入っていきます。ここ角打ち、サイバーシェイプあるあるですね。フォアに飛ばされた後バックに打たれると僕もやっぱりきついですね。巻き込みサーブが効いてます。下切れ、ナックルの中に下切れ混ぜられると大体取れないんですよね。ここはロビングで粘っていく。これはネットイン、仕方ない。ここは思ったよりもナックル落としてしまいました。角度をつけていく、なし。ミドル、エッジを拾うもラリー負けする。
これ確かに喋ることだんだんなくなってきますね。ちょっと実況力上げていきたいんで、こういう動画どんどん増やしていきたいと思います。と思ったらいいラリー拾っていく岡田選手。渾身のスマッシュ、ギリギリ入らない。この YG サーブももう練習で何度も見せてるんで落としてくれないんですよね。8-4 から追いつきます。しかし1本オーバーミス、これは悔しい。おっと、ここで痛恨のエッジボール。ここは1本もミスれない。しっかり粘っていく。下に見せる回転サーブです。ブロックが硬い。ここは狙ってギリギリ決まった。ネットオーバー、ネットオーバーミスって悔しいですよ。今のミスも悔しい。ラスト1本、これは見事にフォアに振られましたね。12ボール。これはバックハンドがたまたま入ったやつですね。ここで卓吉の勝利。今回は3対0で勝つことができました。ちょっと実況下手くそすぎて今後このシリーズが続くか分かんないんですけども、今後ともよろしくお願いします。ではありがとうございました。